こんにちは、こんばんは、ホビードワーです。ザ・エビル・ウィツイン、サイコ・ブレイク、ブレイス再開していきたいと思います。前回からこの右側にいる人を助けるところが、そして今回この分かるでしょうか、画面の黒帯が消えているんですよ。ちょっとコメントでね、黒帯消せるで旦那というね、コメントをいただいたので、早速消させていただきました。視界が確保できて素晴らしい。さて彼を治療しよう。怒られる。落ち着くんだ。さあ、助かりました。素晴らしい。現在手持ちに何を持っているのかよく覚えていない状況なので、ちょっと確認しよう。素晴らしい。大丈夫だな。ところで思っていたんだけど、こちらのハンドガンもうちょっとクリティカル強化してヘッドショットを狙った方が良くなってきてるよね。ショットガンで大体足を転ばせる感じになってきてるから。おいで、どうしたんだ？どうしたんだ？大丈夫なのか？行くぞ。詰めるのかこれ。大丈夫？待とう、待とうか？イケメン大丈夫？ダメだ。これ進まないと一生ずっとゲホゲホ言ってるんじゃないですか。行こうぜ、イケメン。ボス戦がありそうな感じが非常にしているんですけど、引きずった後あるで、なんか、日がね、日がつけられるところがありますね。こいつは敵が来るパターンですよ。ちなみにこの出てくる敵、雑魚敵だけなのかわからないですけど、情報でね、ホーンテッドって名前だよと言われました。なるほど、ホーンテッドでのこいつら。何もない。何もないじゃないか。何もないね。お、これは嬉しい。ショットガン？おお、やった。ショットガン、いつも弾がないからな。めちゃくちゃ使い勝手いいからな、ショットガン。あ、こんにちは。あ、びっくりした、びっくりした。こういうのね、ちょっとびっくりはしたんだけど、ホラーゲーやるときって大体こういうの覚悟してやってるから、あんまりね、これね、はい、大丈夫だね。いや、ほい、こいつは一体何をやってるんだって顔してますね、この隣の人が。間違いない、進むよ。どっか行くと多分敵の大軍が来るんじゃない？これ。こんにちは。こんにちは、エブリバディ、こんにちは。ちょ、こっちこっちこっち。気をつけてください、お前がな。こっち来い、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 ブラザー。こっち来るんでいいな。任せてくれ、任せてくれよ。ほい、マッチ。燃えるがいい。どんどん燃えるがいい。素晴らしい。これ火いつまでつくの？こいつ一撃で死んでくれてるからいいけど。素晴らしい。まだ1体生きてるね。仲間がちょっと、どっち狂ったように走りまくってますが、邪魔。よし、倒れろ。もういい、もういいって、もういいってブラザー。はい、ボーンファイアリット。よし、とりあえずコメントで言えと言われたことはクリアしたぞ。残念ながらセーブはできないんだ。すまない。あそこでね、あのボーンファイヤーに、あれ、ボーンファイヤーっていうか、ボーンの骨だよね、そのまま。ね。あいつら火つけると溶けちゃうけど、一体どういう仕組みなんだろうか。ね、ちょっと使わなくてもいい弾使っちゃったな、そういえば。まあまあ、いいだろう。ショットガンの弾温存できたから、よし、よー、こんなところに弾が。ああ、見終わらずにはいられない。おお、やはりハンドガンだ。ハンドガンの弾は本当に豊富に手に入るよね。今のところ最大所持数に強化してから引っかかってないような気がするけれど、これらも有効活用してねってことだったのね。残念ながらね、必要はなかったんだけど、やはりマッチがいいよね。マッチで倒せるときは倒そうぜ。何が出るかな。一応仲間もいるから、こいつ弾無限に撃ってくれるのかな。無限に撃ってくれるんだったらそれに越したことないんだけど。うわっ、おお、恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。びっくりさせんじゃねえよ。生きてるんかい、お前。もう一回転ぼうね。もう一回転ぼうね。はい、マッチでゴー。はい。よく燃えるぜ。わお、わお。
明日来てからちょっとびっくり。リロードしとこう。ああ、危険中うまい。危険中じゃないけど。何かないかな。何もねえな。仲間が若干以上役立たずな感じになってきてるんだけど、どうしようこいつ。何もないね。そう、この前出てきた貞子みたいなやつ、また出てくるのかな。あいつ怖いで。あいつ怖いで。こっちね、HP 関係なく、俺掴まれた瞬間ね、君が死ぬまで殴るのをやめない状態になってたからな。あれが恐ろしい。さて、せっかく薬があるので、プスリとな、中毒になるぜ、主人公、やめよう。灰になるんじゃないか、主人公、大丈夫か。灰になるのはいいが、灰人になるのは勘弁してくれよ。ここは特に何もないか。帰ろうぜ、だったらさ。どこへ帰ってるのか全く分かんないけど帰ろうぜ。トラップないよね。意外にトラップがないよね。これ見るために思うんだけど、開けられないよね。うん、開けられないな。暗い。主人公がどこにいるのかすら分からないぐらい暗いよね。絶対長いだろ、これ。何これ、何これ、すごく嫌な予感がする。謎解きじゃないよね。やめてよ、俺謎解き苦手だからね。そういえばこういう扉わかるだろうか。例のマークがちょっと掘られているね。鍵の部分かなに掘られている。うん、やはりなんかあるみたいね。そうだね。あ、解除してる間に敵来るから倒したいってこと。黒帯が復活した。なんてこったい。嘘だろ、そんなに簡単に。お前のことはジョパンニと呼ぼう。次、お前すごい役立つなんて言ってごめんね。主人公もちょっと見習わないとね。なんかいる？あの左側の風呂から出てこない？大丈夫？この音は何だ？わからない。無線のノイズと同じ。あ、ジョパンニが。そんな、早速おかしくなったのか。残念な感じに。ホーリーシェット、ボス戦なのか。やめてくれ。そんな、ここまで一緒に来たのに。メガネを取るとイケメン。あ、元に戻った。でもお鼻から血が。どういうことだ。特定のノイズを聞くとおかしくなる。ジョセフさん、このおばさは普通じゃない。そんな、まさかこんな陽気なところから。ジョパンニ大丈夫？ジョパンニ大丈夫？お前やめてくれよ。爆弾とか出たらどうすんの。俺じゃ解除できないからね。ちょっと彼を無視しつつアイテムがないか調べていこうか。行こうか。たまりロード済みだよね。全部ロードされてる。ハプーンボルトになってる。よし、行こうか。大量に雑魚敵出てきたらハプーンではなくて、あのフラッシュバンの方で始末していきたいところだな。ハプーンはできればボス戦や強力な敵などを始末するときに使いたいところだ。フラッシュでとりあえず雑魚敵はね、のげそっている間にスニークキルができるので、そちらの方をやっていきたい。一応こちらにしとこうかな。フラッシュ、最近本編で全くいいところないフラッシュ。ごめんなさい、ちょっとマニアックなネタでしたね。ごめんなさい。では行こうか。あ、こんなところに。この音は、あれ、鏡の部屋の音。急ぎましょう。カリカリ音がするな。あ、やはりそうだ。これで強化がはかどるぜ。なんてこって、どこだこれ。あ、お嬢さん、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。私です。どこ、ここ。あ、地図があるところのね。あ、
主人公、この中でも一応光つけてるんだ。近いよ、主人公。近い。カメラワークが近いよ、主人公。なぜこんなに近くなったし。バグった？あ、ロードしたっぽいね。あ、ダメだ。まだバグってる。まだバグってエラー。鍵。使わずにはいられないって何が入ってる？いらないものだったら容赦しないぞ。ハプーンボルトのあれだったかな？おっと、こんなところにフリーズ。ちょっと余ってるね。これ下のも一応開けられるんだよな。これ一周じゃ全部開けられないパターンですよね、明らかに。あ、女性の方がバックれた。バックれたぞ、あの子。うん、カメラワークが多分バグったのかな。こう、すごい近い状態になってるね、カメラが。こんにちは。あの女性どこ消えたよ。アップグレードよろしくお願いします。おう、頑張ります。ライフゲージの強化とりあえずいらないな。全力疾走ちょっと強化したいんだけれど、先に重要なものを強化するか。高いよなあれ。ダメージワイルちょっと強化したんだっけ。クリティカル次で9000か、高え。ただ30はかなり有効だよな。ちょっと他のを確認してからいろいろ見てみよう。チャージ速度がすげえな、半端じゃない速くなんな。やっとくか、チャージ速度。クロスボウを引き絞る時間を短縮し、素早い射撃を可能にする。1000だからね。やっとこうぜ。さすがに4000はこれには使いたくないな。リロード時間。リロード時間を短縮し、弾の装着を素早くする。リロード時間は有用だけど、2000か。ストック数ちょっと見よう。アガニボルト。注射器が3つか。マッチ15、マッチ15、15も使えてないんだよな。一応これもうちょっと上げたいなっていうのはあるんだけど、15発以上取れるかっていうね。ハプーンボルトかな。ボス戦用で使いたいので。あ、次1万か。でも半端じゃねえ。 80% もアップする。使おう。次さらに敵に対して炎上効果を与える。炎ダメージが追加される。強力だな。強力だが、まあこんな感じだろうか。あとはハンドガンのクリティカルを上げるぐらいか。あと走るのを上げるのが重要そうな気がするんだけど、走るのはやっぱり上げとかないと多分状況によってはちょっと困るだろう。セーブができない。なぜだ。セーブをさせてくれないね。何かある。あ、鏡が取っ払われてる。帰れないか。あの、女性と一回喋んないといけないとか、なんかあるのかな。帰れないね。帰れない。蹴り込む。女性はどこ行った。カメラワークこうなってること関係しているのか。女性がどっかに消えたが、あれ？これまさかのバグった？このゲームたまにバグるからな。ちょっと怖くなってきたな。最悪ロードすればいいけど、チェックポイント最後どこだったよ。どこかで敵の襲撃を受けた後だと思うのだけど。あ、あそこにいる。何か関係している？違う違う、そっちじゃない。誰かはどっかにいるのか。どういうことだ。聞くしかない。足の下の部分がバグって消えている。バグって消えている。これは重々ハックバグだ。よせよせ、やめろ。どういうことなんだ。これレスリーだよね多分。Fine. Fine. 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 Fine.
レスリーもここに来ている。でもカチカチ音がする。おかしくなってるのかレスリーも。一体どういうことだ。皆さん注意してくださいね。こちらレスリーさん。元の位置に戻った。でも強化はできたぞ。さっきのところで一体何が起きてるってんだブルータス。一体何が起きてるんだ。さっぱり分からねえよ。蹴り込も。あ、ダメだ、蹴り込めない。先ほどの部屋は行けないのか。もう閉まっているか。閉まっているようだな。行けない。やはりか。帰ろう。こんなところにはいられない。一体どういうことだ。レスリーなどもあそこに入っているのか。時々そういえば精神をおかしくさせる方法の一つで鏡を見ながらお前は誰だみたいなことを聞くのが確かあったけど、やはりそういうの関係してるのかな。鏡見てどっかに行くみたいなのはね。だから多分関係ないと思うんだけど、なんとなく考えたんです。あ、主人公のパートナーの人じゃない。もう一人の油水キッド、美人さんだ。あそこから出してやらないと。どういうこと。なんかいるだよ。めちゃいるだよ。やるしかねえ。おお、ホーリーシット。助けるしかねえ。どうする、どうする、どうする、どうする。こっちで援護してください。待ってろ、今行く。待ってろ、ジョセフ、ジョセフ。はい、こんにちは、こんにちは。あ、ダメだ、間に合わない。痛い。どういうことだ。なぜ間に合わなかった。しゃい、はい、よっと、次。はい、っと、結構な数やったぞ、主人公。頑張ったよ、俺。おっと、今だ。ダメだ。クソ、転んだやつをバーンできなかった。ボンファイルと、ついでに隣のやつも押してくれない。これでも食らえ。明らかに立ってたけどな。やばい。あ、仲間が死んでしまった。くそ、やはり仲間が死ぬとアウトなのか。そりゃそうだろうというね。てっきりあの無限の命持ってると思ったんだ。ごめんよ。ほんとほんとほんと、嘘じゃないよ、嘘じゃないよ。よし、準備をしようじゃないか。レスリー、落ち着いて対処していこうんだ。レスリー、いいな、任せて。レスリー、俺に任せておく。大丈夫だよ、これなんとかスキップできない。レスリー、よし、今行くよ。レスリー、あ、ごめん、間違えた、ジョセフだ。レスリーは白い方のお兄ちゃんだった。ごめんよ。へい、ダイナミックエントリー。おい、よっと、シュッと、シュッと、ワン、ツー、もう一人、無理か。はい、オッケー、ボンファイアリット。えー、よく燃えるね、おっちゃん。お前もだ、よく燃えること。燃えようか。はい、オッケー、ついでにリロード。今明らかに倒れる寸前でしたよね。はい、よっと、マッチーブ、こんにちは、こんにちは。ちょっと待て、お前ら。はい、オッケー、よく燃える。今夜はバーベキューさ。ダイナマットもやってやがる。
近づくんじゃない、俺に近づくんじゃない。はいはい、オッケー。どっかで見たあれだな。あれ、あの人助けないの、主人公助けなくて大丈夫？明らかにヤバい感じなんだけど、主人公どう思う？ほらなんか来たよ。セバスチャン、上に敵が。セバスチャン、セバスチャンって言うのお前、嘘でしょ、違うよね。はい、はい、あれ今なんか投げたよね、だと思った俺。明らかに場所が違う。お前浮いてる、めっちゃ浮いてるこいつ。ボンファイリット、はい、オッケー。アイテム取らずにはいれない。ダイナマイトどこだって、どこだダイナマイト。嘘だろ、嘘だろ、やめてくれよ。アプンボルト狙わずにはいられない。はい、よし、領土しようね。やったのかもしれないけど、彼女を何とかしない、主人公まだいるようですね。素晴らしい。よし、そろそろ私の銃弾が尽きるんですが、いかがなもんでしょうか。あ、デブいる、デブ、デブいるよ。痛い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 、どんだけ攻撃食らうんだ主人公。注射器、困った時の注射器、撃たずにはいられない。デブ俊敏、嘘だろ。改めて、嘘だ嘘だ、今頑張ってねボンファイエリットしようとしたところだったのに。ちくしょうめ、やはり敵をしびれさせるか、ガニボルトのね、しびれさせるやつで。俺も考えて使えよな。無敵時間が発生するかと思ったら発生しない時もあるんだよな、気をつけないとね。あれ、お嬢さんの入ってる水の量が少なくなってね、敵多分結構死んでるのに。残りどこ、まだなの、まだです、ごめんなさい、もうしばらくお待ちくださいお嬢さん。セバスチャン上の方で、もちろんだと思う。リロード しなくては。よし倒れた。うそうそでしょ。あ、これやばい、自分でやっといてたんだけどちょっとやばい感じだったな今のは。最近いいことねえな、火つけようとすると。残り一発か、燃える、燃やさずにはいられない。はい、避けるよ。なんとかあれ爆発してくれないかな、ダメだね、やばいやばい。これ今撮ってる場合じゃないよね、俺撮ってるけど。はい、よっと、逃げるよ、全力で逃げるよ。注射器打とうね。あー痛い、お嬢さんがもう死にかけてるよ、スタミナ切れたよ。落ち着け俺、どんだけ頑張ってんだ。くそ、いらん弾を大量に消費してしまった、使わなくてもいいものを。あのお嬢さん本当死ぬんじゃないこのままだと。あれ大丈夫、なんかフレバーな感じ。実はあれ何も起きませんよ的なね、そういうのはないと思うんだ。取っておこう。またかダイナマイトやろうか。ぜひとも仲間の方には頑張っていただいてね。あ、こちらに来ますか、そうですか、はい大丈夫でした、素晴らしい。やった、やったのか、私は知っています、この後また来ます。あ、これ時間経つともしかして弾さらに追加で出てくる、押し寄せてきます。ちょっと待とうかみんな、ちょっと待とうか、フラッシュバン、
踏まった時のフラッシュボン。デブ、貴様が最初の一人だ。はい、もう一体間に合うか、もう一体多分無理だ。今に合わなかっただと思ったんだ俺。ハープーンボルトではない方。はい、レバン燃やすよ。さあもうちょっとこちらへ、おもむろにこちらへ近づいてもらって、やっぱこれ強い。ダイナマイト、あ、本当だ、ダイナマイト持ってやがる。気に入らねえ。ダイナマイト持ったやつには死んでいただこう。2体しか、2体だよね、それ以上いないね。急いでお願い。もう一回ちょっとね、後ろの方に行っていただいたやつには近づくんじゃない。終わった、トラップ解除します。さすがジョパンに、なんとかなるんだな。畜生、危なかった。本当だよ、1回じゃねえよ、2回ぐらい死んだからな俺。これ見てもらえますか、もうちょいお待ちください、しばらくお待ちください。やはり何かしらあるだろうと思ったんだ。アイテム取らずにはいられない。向こうでぐる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 って音がしてるから、多分行かない方がいいな。移動しよう。あれ、大量の弾消費したような気がするんだけど、結構残ってんな。意外と残っている。ちょっと待ってね、ジョパンに。すぐ行くけど、ちょっとアイテムだけ解除させて。大変申し訳ないけどね。でもそんなにないかな。めちゃくちゃ、ねえ、泳がせていますが、比喩的な意味ではなくてね。さて大丈夫でしょう、行きましょうか。リロードした。マッチ結構使ったな。これは開けられません。別の操作パネルがありそうです。もう時間がない。了解した。あ、急げとおっしゃる。畜生、嫌な予感しかしない。向こう側から音がしてたんだよね。あ、開いてる。言おうとするとして、おっと、今リアルの方でちょっと地震が起きていますね。これ帰りかな。この操作パネルではない。これ燃えると、やっぱりか。うん、爆弾あるのね。後でちょっと考えたわ。それは燃やせばね、早くしようね、危ないからね。急ぐしかない。多分帰りに大量に襲われる気がするけど、一旦ショットガンの方にしといて、来たやつを燃やそう。またショットガン野郎でないことを祈りたい。22、これが22。はい、5って言った。下5。はい、どうでしょうか。よかった大丈夫そうだ。美人さんを助けられて何よりだが、後ろの方でまだ何か起きてるぞ。ああ、嘘、ここを一人で切り抜けるの嫌だな。ほう、イエス。どうする主人公。俺は別にこっちからでもいいんだよ主人公。俺は一個に構わないよ。リロードしとこうね。あれどうだろう、鍵明らかに壊せそうなのあったんだけど、あん中に何かある、もしかして。あ、やっぱぶん殴って壊せら。ここにいたやつらがいなくなってんな。気に入らねえな。どっか行ったって言ってるようなもんだよな。気に入らねえな。どこで行ったの、さっきまでワン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 やってたやつらは。ワンワンは言ってないけど、
消える。ボス戦近いんじゃねえの、そろそろ。本当先ほどのがイベントでね、ボス戦的な位置だったのかもだけど、消える。何もない。すも。アイテム以外は別になくてもいいんですよ。全くもって問題はない。HP がやばいな。珍しく、あ、メディカルキットがあるや。メディカルキットの存在忘れてた。これ確か使うと最大 HP もちょっと上がるみたいな効果があったよね。素晴らしい。もうちょっと先にしよう。大丈夫か、今行くぞ。何、俺もジャンプすればいいの。わお、選択肢も何もなかった。何ここ、主人公ここ、何ここ、どこに行ったんだ、どこ、何これ主人公、何これ。うん、この先がね、ちょっと長そうなので、一旦ここで、今回は終了とさせていただこう。そろそろ私の産地がなくなってきた。いや、いろいろと。さて、では今回は一旦ここまで。しかし、本当にリソースというか回復関連を大量に使ってしまったな。恐ろしい。さっきまでね、常に2をキープしてたのに、一旦ね、0になってしまいましたね。いや、俺が爆弾野郎の突撃食らったりとかしてたのがいけないんだけど。まあ、いいでしょう。では今回は一旦ここで終了。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。